皆さんこんにちは。今回は三遊亭円楽さんについてご紹介します。是非最後までご覧いただき気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします。多くの芸能人がバッシングを浴びている不倫問題なのにもかかわらず芸能マスコミから笑い声が響いた事案がありました。三遊亭円楽さんが、 40代女性と錦糸町のラブホテルに入るところを週刊誌に激写されたことを受け開いた会見です口説いた浮気と疑惑を全面的に認めた円楽さんは相手の女性と2年半前にゴルフ界で知り合い1年前から不倫関係にあることを明らかにしました落語に来てくださるお客様に不快な思いをさせたのなら講座でお返ししたい一生懸命稽古してまいります 何があろうと六代目円楽として芸道に精進し一生懸命邁進していきますのでお許しいただきたいと目を潤ませながら謝罪したのですが週刊誌の記者から直撃取材を受けた際同乗した車が汚い車でねと振り返り囲み取材中の芸能マスコミが噴き出す一幕もありましたベッキーに桂文史さんファンキー加藤さんらを追求する姿とは雰囲気がまるで違いました ワイドショー芸能デスクが次のように述べます。開き直ったというか最初に不倫を全面的に認めた時点で円楽さんは会見のペースを握り笑いという得意の分野に記者やリポーターを引きずり込んでいった我々芸能マスコミが笑ってしまった時点で勝負あり一本取られましたと述べていましたこうした演出をどこまで円楽さんが考えていたかは不明ですがこの時の不倫問題では 演芸ファンや関係者に裏切られたとか怒りの声がほとんどないに等しいのですなぜなのでしょうか落語家であれ芸人であれ寄せの後にいっぱい行くとファンを誘い一緒に打ち上げに行くのが慣例となっている世界です地方ではマスコミの目もないしくっついた離れたで騒ぐ人はいません中には結婚に至ったケースもありますちなみに 焦点』メンバーは全国どこへ行っても大モテだとある園芸評論家は言っています芸能マスコミは追及しないし園芸関係者やファンも怒らない他の不倫騒動とは違う謎はもう一つあります相手の女性についてです週刊誌では円楽さんがサービスタイム4500円のラブホに女性と2人で消えていく姿が映っていました慣れた様子でと書かれているのが本当としたら 平日の昼下がりとか、周囲にいっぱいいる。熟年カップルと似ていますね。美しい女性の多くはデリヘルとか、プロの女性たちなのですが、と事情通りは述べていました。そんな円楽さんも2022年に亡くなりました。2022年9月に亡くなった落語家の6代目三遊亭円楽さんを親友だった高楽さんが忍びます。 二人は同じ死を持つ弟子として50年以上切磋琢磨してきた仲でした。私生活でも自宅を行き来するほど仲が良かったといいます。円楽さんの肺がん発覚から闘病の様子を間近で見てきた幸楽さん。亡くなった当日、最後に目にした円楽さんは、やっと解放されたと言わんばかりに安らかで、まるで眠っているようだったと語っています。若い頃は一緒に野球チームを組み 試合の日は毎回好楽さんの家で夜中まで飲んでいたそうです好楽さんの亡き妻とみ子さんとも仲が良かったと話しています後年は落語界の向上に心血を注いできた円楽さんその偉業を引き継いだ今改めてその大変さに気づいたと話しています三遊亭円楽さんは1950年東京都生まれです 青山学院大学在学中に5代目三遊亭円楽の付き人を経て入門しました三遊亭楽太郎を名乗ります1977年「商店のレギュラーになりました1981年に真打に昇進します2010年6代目三遊亭円楽を襲名しました博多天神落語祭りを手掛けるなど所属協会の垣根を越えて活躍しました前述の通り 2022 30年9月30日、三遊亭円楽さんは亡くなりました脳梗塞を発症後同年8月に復帰した講座が最後となりました円楽さんは講師の別を信条とし妻のアイルミコさんはおかみさんとして表に出ることはおろか落語界とほとんど付き合いを持たずに来たと言いますメディアへの登場はこの時が最初で最後 遠楽さんと長く仕事を共にしてきた所属事務所社長の上野香奈さんと、在りし日の夫について語り合っています。上野さんは、今でこそおしゃれなイメージがありますが、私が初めてマネージャーとして着いた頃の師匠はいつもジャージでうろうろしているような人で、めちゃくちゃダサくて、私も20代前半で怖いもの知らずだったから、師匠、そういう服はやめてください、とずいぶん言ってしまいました。 と述べています。奥様はかなさんはアルバイトをしていた大学生の時からクちゃんのマネージャーだったのよねと話しました上野さんは仙台演楽の所属事務所に就職が決まった時大学卒業までの間のアルバイトとして師匠のマネージャーをいきなり務めることになって収録中の『商店の楽屋に行ったのが初対面です社長の楽太郎さん 明日からこの子がつくからの言葉に「不運」ってそれだけ13年前に私が独立して新たに事務所を立ち上げたので師匠にも所属していただきましたと初対面を解雇します奥様は私はもともと園芸に関わる仕事をしていて楽ちゃんと知り合い28歳で結婚しました楽ちゃんは37歳この業界に知り合いが多かったこともあって 結婚を機に私は表に出るのはやめようと思ったんです」と裏方に回った経緯を話しましたそして35年の結婚生活でカナさんと初めてお会いしたメキシコの会と地元の代議士との関係で見に行った会の2回だけ CD も聞きませんし DVD も見ませんと落語に関して奥様はほぼ聞かなかったと言います「誰々の家内です」と仕事場に顔を出されるおかみさんもいますが 師匠はそそれを嫌がる人だったそうです。落語家によってはおかみさんの話をネタにする方もいる中それも一切ありませんでした家族は素人だから表に出さないは先代からの教えでメディアから自宅で取材をという依頼が来た時も全てお断りするという徹底ぶりでした奥様はは楽ちゃんからおかみさん業をするようにと言われたこともお弟子さんの真打昇進披露パーティーに出たこともないけど お弟子さんはうちによく来ていました。最初に来たのは移住員さん掃除をしたり朝ごはんを食べたりしていましたねそもそもうちは落語家よりプロレスラーが居候していることが多くてと意外な状況を述べました上野さんは師匠はプロレスラーは自宅に入れるのに私のことは入れないコロナ禍で『商点』をリモート収録することになって機材の準備で入りましたが それくらいです。仕事とプライベートは完全に切り離していましたねだから私もルミ子さんとなかなかお会いする機会がなかったんですと語りましたそして一気に親しくなったでも私たちが連絡を取り合っていることを師匠は最後まで知らなかったと思いますよあくまで仕事相手の私は家族には近づけないだからたくさん人が集まるという噂の新年会にも。 私は伺ったことがありません。と意外な一面を述べていました奥様は正月には毎年大勢の方がいらっしゃいました定番メニューはラクちゃんが作るキムチ鍋と私のカレーラクちゃんはグルメなように思われていますが実際はすごい変色か魚介類で食べられるのはマグロとイカだけアジは塩焼きや刺身はダメだけど開きなら食べる鮭は塩焼きなら食べるけど だめダメ。結婚するまで知らなかったのでびっくりでしたとこれまた意外な一面を語りました奥様は私は月々決まった額を生活費として渡されていたので実際の収入も知らない亡くなってこれまでのお金の出入りの全容を知り驚いているところですそして下町で生まれ育った江戸っ子らしく世話好きのおせっかいでしたから。 本人は弟子ののこことととや一のことが心残りだと思います。どう考えているか少しずつ聞ければと思っていた矢先に亡くなってしまってそれが残念ですと語っていますところで円楽さんの遺産はいくらなのでしょうかそれを一体誰が相続するのでしょうか円楽師匠の年収は推定5,000万以上と言われています遺産相続の場合は数億円単位であることは間違いないでしょう 円楽さんは地方での興行や営業なども行っており、テレビ出演と合わせると5000万に近いとのことです。商店メンバーの年収平均は3,300万円と言われていますが、その商店メンバーを1977年からずっと続けておられた方なので、45年間の間、これに近い年収があったとすれば、相当な金額になりそうです。ただ、以前取材された際に、金は貯まっていないから。 日本全国を歩けるようになったら少しずつ稼ごうと思う。人間は欲がないとね、と語っていたこともあります。三遊亭円楽さんには息子がいます。長男の愛一太郎さんです。円楽さんの奥様の情報はほとんどないため、もしかしたら息子さんの愛一太郎さんが遺産相続する可能性があります。2016年に円楽さんの浮気が発覚し会見を行った際には、 頑張ってという応援を送り奥様の器の大きさが話題になっていました愛一太郎さんがどんな方なのか簡単に調べてみました愛一太郎さんは声優として青にプロダクションと落語家として円楽一門会に所属しています1987年生まれの36歳でありすでにご結婚されています2016年にご結婚されておりお相手は同じプロダクションに所属する佐々木愛さんです 2020年からは VTuber として、一太郎というチャンネルを運営しています。クールかっこいい系のキャラのようです。声優業の方に重きを置いているため、現在落語をすることはほとんどないそうですが、円楽さんのような面白い話を焦点で聞けるような日が来れば嬉しい限りです。いかがだったでしょうか。今回は、三遊亭円楽さんについて深掘りしてきました。さすが、落語家らしく。 自身の不祥事の際には言いにくいこともしっかりと表に立って釈明しむしろ笑いに変えてしまっていましたここが一般の不倫問題の時とは異なる対応でしたその後、円楽さんがお亡くなりになり遺産の金額と誰が相続するかについて調べてみました円楽さんの収入は年収5,000万円以上と言われており遺産は億単位の話になりそうです おそらく息子の愛一太郎さんが相続する可能性があります。愛一太郎さんは声優業に重きを置く34歳であり、落語家としても所属があるため、もしかしたら落語をする姿が将来見られるかもしれません。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。